皆さんごきげんよう。どうもタンポポです。さあ始まりましたタンポポの綿毛タイム。この番組は綿毛のごとくふわっと、時にはタンポポの花のようにチクッと、そんな私たちのお茶会へようこそ。今日はどんなお話からしていきましょうかね。それでは綿毛タイム、お付き合い遊ばせ。改めましてどうもタンポポです。よろしくお願いします。はい、いや寒くなっているんでしょ。はい、12月突入でございます。でも今年の夏もなんだかずっと長かったからまだ暑いのかな、うん、そんなことはないですか。どうでしょうか、冷えてるんじゃないでしょうか。本当ですか、みんな意外と薄着でいませんか。寒いんですね。わかりました。秋がないよね。でも秋が欲しいね。秋ってもうちょっと長かったよね、昔ね。なんかもうちょっと柿食べたりさ、なんかワクワクしてたよね、うん、秋ってね。あと過ごしやすいからさ、うん、いろいろどっか出かけたりさ。そうだよね、してたでしょ。なんとか狩りとかね、うん、だって今10月の中旬の時点で台風また2個来てますから。怖いよね、うん、なんか親子みたいなあのつながってきてるじゃない。20号21号。しかもさ、絶対ではなかったのが、うん、下の方から来てたじゃん前って、うん、沖縄の方から上に上がってきてたはずなのに今横とかから来るもんね、うん、なかったよね小さい頃そういうの。なかった。もう温暖化ですよ、気をつけましょう、ね、みんな、うん、風邪ひかないようにまずはね。風邪ひかないに。ただ寒い季節は寒い季節で、はい、楽しい美味しいものもあるでしょ、うん、そうですね。お鍋とかね。お鍋いいですね。ほっこりしますよね。もうやってますか、えみこさんは。私まだね、うん、ちょっと寒くなったじゃん最近、うん、そこですぐトマト鍋入っちゃいました。あ、はい、いいですね。あったかいしね、はい、リコピン取れるしいいですね。いいでしょ、体にいいでしょ、うん、私はなんだ水炊きぐらいかな。あ、やったのは。水炊きも結局シンプルで一番いいのよ。美味しいよね。いいのよいいのよ。あと一個食べたいなと思うの、うん、カニ好きとか食べてえなって思ってる今。贅沢ね。カニ食いたくてさ今。カニってなんだろうね、全部食べれるよね。食べれるね。なんで生まれてきたのってこれ全部食べれるんじゃない。あれをさ、あのフォルムじゃん、はい、あんな怪獣みたいなさ形してるやつを食べようと思ってくれた人ありがとう、うん、あれは美味しい。ポン酢で食べたいねえ。カニ食べたいんだよね。食べたい食べたい。だからいい、ね、鍋いいね。あと皆さんなんだろうね好きなやつは。あとちゃん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 、なんていうの、ね、鮭の、あ、北海道の石狩鍋とか、うん、ああいうのもいいよね。いいね、味噌と鮭入れてね。そう、白味噌とさ、うん、美味しいよね。豆乳とさ、お出汁。何が人気だって言ってたっけな、あのどうしようもねえなこのランキングと思ったやつがあったんだよな。好きな鍋ランキングみたいな。いい、ね、今あれバカみたいだなと思ったけど、今なんでバカにしちゃったんだろうと思ってる。で出ねえな、何も出ないな。でもいろいろあるよね、ハリハリ鍋とかさ、やっぱ寄せ鍋とか。でもあのさ、うん、なんだと思う、1位2位3位入ってたやつ。でもそれは覚えてんだよな。結局1位は、うん、あれ、うん、と水炊きだと思う。いや違う、あこれね年代で違いました。水炊きは意外と入ってなかったです。入ってないんだ。はい、なんだろうな、もう絶対あれ入るでしょうっていうのありません？あれ入るでしょうは、はい、ね、え、なんだろう、それこそカニ鍋とか。え、恵美子さんさっきからちょっとすごい、うん、あのマニアックな鍋いってる気がする。ベタベタな鍋、ベタ鍋、ベタな豆乳鍋。あ、入ってますね、豆乳鍋好き。特に若い子に入ってました、うん、え、でも若い子すらあの鍋ない。若い子これこの鍋好きだなみたいな。え、すき焼きとかも入る？入りません。なんとか鍋です。なんとか鍋出てこない？まず一番最初に出てこない？寄せ鍋、え、思いつく鍋言っていくね、うん、どうぞ。水炊き、はい、寄せ鍋、カレー鍋、ハリハリ鍋。そこら辺からちょっとマニアックじゃない？きりたんぽ、あとなんだろう、うん、豆乳鍋、うん、なんだろう、入ってません。豆乳鍋、入ってません。あれですよ、あれ教えて。キムチ鍋。あ、キムチか、私辛いのダメだから。あ、自分が食べないからね。食べないから出なかった。キムチ鍋、若い子で1位は1位だったと思う、キムチ鍋、キムチ鍋はそのベスト3には必ず入ってた。そっか、キムチ鍋か。やっぱあったかいし、あったかくなるし、辛いから、辛いし。そっかそっか、すごい人気なんだ。結構マニアックな鍋ばっか出てくるから。カレー鍋とか、まあ、最近は出てきたけど、家でやる？カレー鍋なんて。カレー鍋はなんか1日目カレー自分で食べて、やっぱ一人暮らしだから、その次の日そば、うん、にしたり鍋にしたりして食べる、具を足して。
へー、すると意外と美味しいので、チーズ入れてカレーチーズにして、あ、いいね、リゾットになるしね最後ね。そうなのよ、で意外とうどんとかも合うのよ、カレーうどんとか。あ、いいね、カレーうどん、だし効いてからな、そうなのよ、鍋にしちゃえばね、らしいですよ。若い子の1位、うん、若い子が一番好きな鍋は、キムチなんだ。キムチ、豆乳と、あとなんか変わったやつだった気がする、なんだろう、すんごい浅い情報で喋ってるけど、キムチなんだと思った記憶はあるんだよね。そうだね、水炊きとかじゃん、あと寄せ鍋とかがさ、うん、一番いいじゃん、とかやっぱ魚介のね鍋とかも美味しいよね。キムチって全部キムチの味になっちゃうじゃん。いやだから本当、キムチ鍋ってね、辛いのダメだから本当。あれも最後チーズとかで締めんの、キムチも締めるだけど、リゾットにするとか、 あとはなんかうどん入れて、なんかちょっとチゲ鍋風にしたりとかしてるけどね。あれだから最後の締めがさ、うん、好きな人とかとさ、こう会うとテンション上がったりしてたな。昔大学の時鍋やった時、俺米麺、そうそう、みたいな、あ、私もみたいなね。気分一緒だったみたいな。あ、いいね、ありますよ。私あれハマってんだよな、ラーメン入れられるやつ知ってる、今鍋でさ、うんうんうん、ラーメンって一回湯がかないとさ、うんうん、デロデロになるじゃん、うん、じゃなくてもうそのままラーメン入れて締めにできるってやつ売ってて、うんうん、ちびまる子ちゃんの絵が描いてあるんだけど、うんうん、あれハマってる。美味しいよねラーメンもね。もう締めはもう大体そのラーメン入れて、あ、デロデロにならないからさ。いい、ね、あれでも居酒屋でバイトしてた時あったね、それ締めラー、シメラーでしょ。あったあった、あれ美味しいよね。多分家庭的に、家庭に普及する前のやつって、うんうん、そのちょっと一回湯がかないといけない、ぬめり取んないといけないやつしか売ってなくなかった。そのまま乾麺、乾麺かとかなら、乾麺を入れるんだ。いやでも乾麺こそぬるぬるするわ。そうだよね。だからあのそれ用の麺が出てて、多分お店とかだとね、業者さんいるからあれだけど、家はもうあれ。いいね。家はもうあれ。私はもっぱら米だね。米締め。米締めね、いいね。カレーの時だけうどん入れちゃうんだけど、あのさ、私この前ネットのさやつで読んでたんだけど、うん、それこそあの主婦たちが読む悪口サイトみたいなやつなんだけど、うんうんうん、あのまあ義理のお父さんとお母さんの家行ってご飯出されたと、うんうん、なんかお雑炊が雑炊が出てきたと、うんうん、でこれ聞いたら、昨日お父さんとお母さんが鍋したやつで作った雑炊、うんうん、締めの雑炊を出されたと、うん、すっごい嫌だと。嫌だよ、気持ち悪いって。嫌だよ、だって食べ残しで作った雑炊でしょ。それはさ、自分の親なら食べれる。あ、自分の親で一緒に鍋を食べてたら食べれる。自分がちょっと手を出してれば食べれる。あ、自分も鍋してたら全然食べれるよね、だってみんなで食べてたし。そう、それ見て私、あ、確かに嫌かもって。嫌だ、すごく嫌だ。今聞いた時嫌だかもだけどさ、自分なら食べるじゃん、うん、自分がやってた鍋なら。そう自分なら食べる、美子さんが言ってたみたいに、うん、っていう感覚ある人に出された時、私どうしようと思って、うん、すっげえ怖くない？それでもだからなんて言って断ろうと思って、お腹空いてます、お腹空きましたっつって言って、それ出されたら、え、お腹空いてんの食べない、汚いと思ってんの私のことっつってバレちゃうじゃん。まあでも、まあ、難しいね。なんて断れなくない？それ、それであれ、旦那さんの実家だよね。そうそうそう、だから旦那さんに食べてもらうかだよね。旦那さんだったらやっぱりそっから生まれてるから。それさ、なんて言って、あれ食べないのって言われた瞬間さ、ごめんごめんつって、鍋ごめんごめんつって、もう言うしかないよね。いいんじゃない、お父さんとお母さんが食べた鍋気持ち悪くて食べれませんっていうのを LINE で伝えて。いや、むずいよね、うん、私その主婦の人の気持ちになった時に、うわー、これなんて言ってことなんだろうと思って。姑問題とか大変そうだね。食べるしかないよね、もう、うん、もうしょうがないっつって。いや、まあ一人も寂しいけどね、鍋でさ、うん、全部食べなきゃいけないから。あ、本当に量、あの、うん、雑炊にしたら増えるしね、うんうんうん、どんどんかさ増ししてくからさ、増えちまったみたいなね。そうそうそう、だからそんな悩みもね、ごたごたしたいから羨ましいけども、こっちとらね。あ、なるほどね。で、だけどまあ大変だろうね。やだね、やっぱりね、家族になるって ね。私あの主婦のサイト好きやから読んじゃうけどさ、面白いよね。いいね、ガルちゃん。私はもうもっぱら婚活サイト見てますよ。あ、婚活サイト、やっぱりお前に何があるんだってね、こうね、あの、うん、葉っぱかけてくれるサイトがあってさ。え、それさ、あの、うん、言ったら出会いじゃないの、ペアーズみたいなさ、アプリとかのじゃなくて、そのブログで、あ、あの婚活にね、葉っぱをかけてくれる、ね、なるほど、サイトがあるのよ。お前に何があるんだ、こういうことをやりなさいみたいな、とにかく行けみたいなことを書いた。それを読んでよっしゃ頑張ろうっつって飲み会に行ったりしてるわけよ。もう40だっつうからさ、なるからさ。あ、いいね。そうよ、私の友達がペアーズってそのアプリやってて、うんうん、あるね、マッチングアプリやってて、あるある。で、あのなんかこの人いいなと思ってちょっと連絡取ってる人と、うんうん、あとなんか友達に、いや、どう思うっつって、うん、この男の人どう思うってパッと見せたら、いや、俺の職場のやつだわみたいなことがあったらしいよ。結構知り合いもいるんでしょ。そう、だから私も実は登録してるの、うん、その番組のペアじゃないんだけど、うん、番組で
婚活アプリみたいなやつを。そうそうそう。でもなんかやっぱこの仕事してると写真載せられなかったりとかして、うんうんうん、その勝手に載せてるみたいな、うん、だからただ登録したらだけで、うん、でそうすると会えなかったりするから別にただ見てるだけなんだけど、うんうんうん、あ誰かいいねして押してくれてるのを見てるだけなんだけど、うん、それでで私もいいにするかいまいちっていうボタンを選べるのよ、うん、それでとりあえずさ、うん、いいねで会えないから結局ね、うんうん、だからずっといまいち押して、うん、ダメですダメですって振ってる振ってるのでストレス発散してるのいまいち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 つって私選ばれなかったわけですね振ってっからみたいなはいまいちいっぱい押してストレス発散してるのがね最近のね、うん、楽しみだよね。いいね。意外といいね押してくれてるからさ顔なくても写真なくてもなんかその外人さんと出会えるアプリもあるって言ってたね、うん、ねだから今ちゃんとしてるからさちゃんとこの身分証明書とかないと登録できなかったりする、うん、ちゃんとしたとこもあるからねそういうので出会えたらいいよね。でもペアーズは結構結婚してる人いるっていうもんね。そうなんだ。あれで結ばれてる人がいるから怖い、ね、え怖くないだろペアーズだよ、うん、出会ってそれで結ばれてんだよ。結婚してんのか。してんの。あでもやっぱりなでもそれで怖い会うとなるとねちょっとビビっちゃうよね。私の友達はそれで会いました、うん、つってやっぱりそのちょっとすぐホテル以降の空気は出されたっつってたね。行かなかったけどっつって、うんうんうん、あとそういう悪い人もいるらしいからそうね、うん、気をつけて ね、うん、ただそのやっぱ情報だけ入ってくるじゃん結婚したいからさ、うん、私さ、うん、で今の結婚してる人の 10% はそのアプリなのよ、うん、へえ。だから結構の数の人が当たり前のように10組に1組はネットで出会ってんのよ。だからそういうの聞くとどんどん行かなきゃって思うんだけどやっぱちょっとこの昭和昭和の、ね、生まれのアタクシアちょっと怖いよね。そうよね。目で見て肌で感じたいよね。でそれ会うまでに、うん、いろいろ情報知っといてやっぱないわにしとくかってことでしょ、うん、みんなそこで LINE とか LINE じゃないかそのやり取りの間にもアプリ内でメール交換もできるんだけど結局会うとなると LINE 交換になるからね。そうね難しいわよね。教えていいのかとかね。そうね。なるほどね。でも一歩踏み出さなきゃだって11月が一番彼氏ができるんだって1年間でそういうのもやっぱ情報で入ってくるんですよ。じゃあギリですかだからギリですか。もしうまくいってればもう今頃カッポーになってるんですよ。パターンもあるんですね。一番寂しくなるからみんなすぐ付き合えるらしいんですけどもね。そういうなんかね、はい、情報婚活情報もお待ちしておりますんでお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでお時間もあっという間でございますね。はい、ありがとうございました。どういう流れで婚活の話してたのか覚えてないんですけども、ね、まあ冬だし鍋美味しい鍋食べたいねってことですね。鍋から婚活はあ、全然違いましたね。はい、はい、ということで今日の放送もいかがだったでしょうか、はい、番組へのご意見ご感想タンポポにやってもらいたいことなどありましたらツイッターに番組アカウントができましたのでそちらにコメントハッシュタグわたげタイムをつけてつぶやいてください。はい、ではまた来週もタンポポのわたげタイム聞いてください。お相手はタンポポの川村恵美子とタンポポの白鳥でした。ごきげんよう。